新年明けましておめでとうございます。オリックスバファローズの佐藤綱です。じゃん、今年のテーマは信頼です。去年は自分のピッチングしてる時も自分のことを信じきれてない部分もあって、やっぱりうまく思うような結果出せなかったこともあって、やっぱ今年1年は自分のこともしっかり信頼して、あとは本当に周りの選手から信頼してもらうようなピッチャーになりたいので、今年のテーマは信頼にしました。